昨日、宮城県警の警察官の男が酒を飲んで車を運転したとして、酒気帯び運転の疑いで逮捕されました。酒気帯び運転の疑いで現行犯逮捕されたのは、仙台中央警察署留置管理課の警部補田村俊久容疑者です。警察によりますと、田村容疑者は昨日午後3時40分ごろ、若林区卸町5丁目の国道4号で酒を飲んだ状態で車を運転した疑いが持たれています。田村容疑者の呼気を検査したところ、基準を超えるアルコールが検出されましたが、調べに対し酒飲み運転はしていないと容疑を否認しているということです。県警は飲酒運転根絶に取り組む中、警察官がこのような事案を起こし、県民に深くお詫びするとのコメントを発表しました。